すりゃいいのかい？こうか。かしこまれ！ものが違う。お、父親の首に手をかけるこの手が悪い。貴様。戦いではない、これは仕置きなのだと。この出来の悪いせがれに仕置きを。試合自体はエキシビションと聞いています。公式の試合ではない点についてはどう受け止められますか？父と息子。喜ばしきかな。嬉しむべし。バギー、着地の準備だ。着地って、生きてる。この程度でくたばる玉か。起こしたよ。このブレイブマン。足を使わず、膝を使わず、肘を使わず、両の拳のみ。この俺に対し手加減する資格。うん、痛えだろバカ。俺たち二人が向き合う以上、どこまで行っても親子喧嘩。バックスピン。え、聞き分けのないガキだ。ダメージを狙わないとはいえ、すぐにです。体の反省は早い。ベンダやったらいい。どんなだ。ボルト氏の上半身のみ、正面のみの攻撃により、その戦いを制した。私が勝利した。その護身術、痛がりやがれ。少年が驚くのも無理もなかった。全身運動の苦痛により皮膚の痛みを分散。半人前の分際で急所を狙わぬグー、親の仇のつもりで来い。差し当たり、ぶつけてみる。父さんに実力見せてくれよ。緩めて。筋繊維は繊維ですらなく、マックスをスタートに実現。いかがですか父上。Oh, yeah.
よったか、我が子よ。かろうじて肉眼に捉えたのは、人生から光を奪っちまうんだ。富、名声、地位、この強すぎる腕っぷしが全てに手が届いちまう。さあ、行ってみようか。よかったな、よかったな、バキ。君の視力なら見えるはず。振りかぶった親父が虚空に向けて放つ直撃、俺を叩いた。美しい光を描く回し蹴り、ハンマ裕次郎自ら演じる裕次郎拳、いつだって実践する。お父さんに教えなきゃ。撫でてやる。来なさい。遠慮するな、来い。ナミ、これって、お前は褒められて当然だ。ひでえよ親父。ん？なら遊び相手は武術家、アスリート、猛獣、大型獣、武器、これはどっちが勝つかの喧嘩だから。本質ビクトも離せ。甘えたずらしおって不憫な。離せバカ。世話の焼ける。それが強さの最小単位。耐えぬ。強さの純度を曇らせる排除すべき不純物。闇社会、国家権力、軍事力、それらに見つからなかった心を満たすおもちゃが。関係ねえんだよてめえは。社会を学ぶ。息子よ、ダチが現れなきゃ終わっていたぞ。始めようか息子よ。勘弁してよ。五秒。攻撃を繰り出す5秒前から俺が自らカウントダウンしよう。5、4、3、2、1。今身を沈めることにより罰剣した。上アギトと下アギト、その名も呼応。そんなセリフもこの体勢からは言いにくいよな。オーケーって、右手をか。エモさ、しょんべんちびったって勝たなきゃね。今さらかい。勝ちを拾う。果たして
高層ビルからの目標物への着地は可能なのか。陸上自衛隊第一空挺団空挺教育隊所属。うん、おお、しっかりでっけりで着地。よし、いいだろう。息子バキ、良き夜をありがとう。誇らしいほど強い父親。迷ったか、半馬雄一郎。おじいちゃん、変わらん。我が子相手に手こどる我が子バキちゃんや、勝てるぜお前。総長神村昭義、53歳。降下回数345回はこう語る。距離、高さが必要です。黙っとれ。この技をマリーンどもはこう呼んだという。人間ヌンチャク、鼻、口、耳、目、その危険度はまるで。なるほど、守れ。ハンマーを名乗るなら死ぬなよ。父に叩かれし車、半回転する。皆の衆、舐めてはいけない。この子をハンマーバキという力の形を。やっぱりそう、間違いない、持ってる。こんな目に遭いながら俺は回復しつつある。どうか受け取ってよ。これをいつ叩きつけられながら、ね、事実だったが、いつしか立っていることに気づいたんだ。強すぎちまって俺は手こずれねえんだぞ。の面倒は俺が見る。いいパンチだ。だからこそ君は止めたのだろう。死んじゃうくらいなら、殺しちゃうくらいなら、個性女性の君にはあるいは理解しがたいだろう。最強親子伝説。東京の地下ある場所に秘密の闘技場が存在する。武術家が積み上げ続けたい存分に発揮できる幸せを。俺にとって親父はそんなわがままが。広げる人ならぬ領域の戦い、神々しいまでの超人技。バキは強くなった。礼を言う。屈しないわ。恋人も気づき始めていた。終わりが近い。一体何を失ったのか。もはや数時間にも及ぶ地上最強の親子喧嘩。格闘家が、競技者が集い、最強中の最強を決めている。ルールはシンプルを極める。素手であること、
この親子喧嘩は、これって融和だろ。お親父の頭、培われた全てを使わせてもらった。ああなあって言いにくい。俺とてつらい。すべてに終わりがある。これを持って締めとする。打ち込むことだけに集中しろ。通用するもしないもない、思う必要すらない。スパートする愛速を抱きしめるため、父と我が身をつなぐ唯一の絆、打ち返されてるのか。俺はさすが親父。豆腐のお味噌汁を。おい、できたぞ。ことだけ。金的、目つき、果ては噛みつきに至るまで全て解禁。その苛烈な戦いの頂点に君臨するのはまさかの17歳の少年。エア夜食。十分すぎるお父さん。貴様はこの俺を地上最強を炊事場へ立たせた。地上最強を名乗れ。何のバキャ、地上最強だ。俺の負けです。最強を手放した父、勝利を手放した息子、勝負あり。地上最強の親子喧嘩、ここに終了。真っ向勝負！やはり君は天才だ。ここは一歩も譲らねえ！この戦い、フィナーレが近い。